疲れ様でございます。あ、普通さんサブスクありがとうございますと。今回のチャンピオンを紹介します。お疲れ様です。私がジャンプマスターだ。死にたくない奴は私についてきな。ビビってんじゃねえ。キア、あそこまで突っ走るぞ。撃てない。あ、なんか撃てないんだけど。あ、弾入ってねえのかこれ。やる。弾入ってなかったし。キャリーしたい。お疲れ様です。キャリーはできます誰でも。ちなみに。キャリーの仕方なんですけども、もう単純です。これはやり込むですね。100回やって1回キャリーをするっていうのを目指してください。まずで、それをどんどん増やしていってください。1回できれば多分2回できるんですよ。2回できれば3回できるということで、そのうち100回やって100回キャリーできるようになります。はい。で、その頃にあなたはプレデターです。ほんとそれだけです。一番やっちゃいけないのは、ランクであろうとも、もう日和らない、ね。常にアクティブに動いてやっていくと。そこは大事ですね。神々が望みたまえば、勝利は我らに。それだけです。昨日私なんと2200ダメ、ちょっと出してしまいましたというね、キルリーダーで、なんと1位取ってしまったという、それキャリーですね完全に。今日なんですけども、本日は、5000ダメージ出して勝ちたいと思います。5000ダメージ出して勝つという、どうでしょう。5000ダメージのバッチ欲しいな。こんにちは、お疲れ様です。今日できるかな。このヘムロック、敵のシールドを割ったぞ。ロモ倒れしなくてよかったぞ。ありがとうございます。何いいってことよ。お前のロッシュの手柄か感想ですね。あれシールドをリチャージ中。ち
ですね。回復中だ。武器がちょっとこれじゃ俺ちょっとやれないっすね、全く正直。ヌロックは別にいいんだけど距離が合わないね。ね、なかなかやばいですよね。あれはすごいですね、6億はやっぱり。回復中だ。材料を集めたぞ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。エリアをスキャン中。ケアマガジン輸送中。拡張エネルギーマガジンを発見。レベル2。完璧なパートナー。進化シールドを発見。レベル2だ。ショットガンボルトがいる。我々のために拡張ライトマガジンを発見。レベル2。これマスティフか。マスティフいらね。スカピついたウィングマンを最強。ありがとうございます。スカピついたウィングマンを使うオスカル最強ですね、正確には。実はスカピついただけじゃあの最強ではないんですよ。ちょっとすみません、訂正の方させていただきましたけど。戻される。武器変更ができないんだけど、マジで悪いんだけど。あーもうマジでキモいこれ、最悪だ。無理だ無理無理、ラグすぎる。何これ、最悪だこれ。何すっげえラグいんだけど。え、配信は大丈夫ですよね。スカピついてるのになんか反動すごかったし。これみんな 見れてます。こんにちは、お疲れ様です。これ見えてます？俺の声届いてますか？見れてます。あ、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ配信じゃないですね。さっき原付に乗った人が PS5 抱えて走ってた。あれやるんじゃないですか、新作のなんかのゲームを。それは事故ったら最悪だよね。俺じゃん、来ました。さーて、ここを地獄に変えてやるぜ。向こうに行く。ミスった。
かなり遠い。もたもたすんじゃねえよ。次のアップでね、なんか出るみたいですね。プライムサブスカイ、アキラさん、ありがとうございます。環境結構そうなんかみたいですね。なんか詳しくは俺も全ては知らないですけど、なんか TikTok かなんかで見たんですよね。なんかそのキャラクターによってあれですよね、変えられるんですよね。いろいろキャラクターによって変えられるっていうのは、その違う、キャラクターによってなんかパッシブ的なスキルというか、多くボックス開けると多くもらえたりとか、なんかなんだかんだってあるやつかな、多分青いサプライボックスどうとか。
こにヒヨッコがいる。ヒヨッコを発見、こっちだ。たねたな、ちょっと あんまり泣けられない。コントロールのキャラとはコントロールのキャラとは思います。確かにリングは物理的に遠いね。閉じるまであと45秒。まだ300ダメージしか与えてない。見えないんだけど、編集会起動からエアパッケージが落ちてくる。これ他の部下が倒れ
見づらヒートシールド。パッケージが来ます。あれか。いや、めっちゃ当てるな。あれがねえわ、アーマーが。もう終わったな。よし、リングの近くにいる。45秒しかないぞ。シールドがいる。リングは近い。いやー、これはもう無理だ。ちょっと無理だ。コントローラークラス、コースティック、ワトソン、ランパート、カタリストってなんだっけ。ちょっときつかったね。まあでもプラスではあるよね。プラスだったらいいや。まあ最悪、もうちょっとダメージは出したかった。ダメージ今500も出てない。あ、580ぐらいか。ダメだね、1000はいかないとね。超最低で、あんま戦ってないってこと。なんだっけ、青ボックスで追加アイテムがもらえるっていうのと、赤ボックスで追加アイテムがもらえるっていうのと、次の範囲が分かるっていうのと、敵の、あ、違うな、あれだよね、
ビーコンを、死んだ仲間のビーコンを作れる、クラフトで作れるってやつと、ん、今この4つでしょ。あとなんかあったっけ。あと付近の敵、ん、付近の敵をしの場所を知れるだっけ。なんかそんなんありましたよね。5個ぐらいあったような。ちなみに窓巻き買ったんですよ。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。声が聞こえるでしょう。それを信用して。今回のチャンピオンを紹介します。ありがとうございます。頑張ってください。あ、うっそ、モザンビーク使えやがった。あー、モザンビーク使えやがった。何をやってんだ、モザンビークでしょあれ。いやー、やらかしだな今の。完全やらかし。完全やらかし。窓マギ使ってんだったらね、ショットガン積極的に使っていかないともったいないよね。ここでちょっと上位取ります。しっかり バースト系の銃ってなんか中距離がやっぱベストな気がしますね。てか全く同じメンツなんだけど、そんなことあるパーティー一緒なんだけど。一番左のごついな、なんかあれが。私がジャンプマスターだ。死にたくない奴は私についてきな。よく聞け、あそこに着地する。さあ、ここを地獄に変えてやるぜ。間違えた。一人瀕死なんだけどな。
官邸来てる多分。申し訳。あーマジか。殺しきれなかったな。多分一発頭に入れてないのが原因かな。あれででも倒れないんだ、あんな当てたのにって思っちゃった。結構当てたような感じだったんだけど。ダメか。ちょっと武器落ち戻さないと。なんかクラブって。何これ。チーム的な。可愛いね、このコウモリみたいな。この瞬間を一日中夢見てたんだ。一日中寝てたからね。今回のチャンピオンを紹介します。水に流そうぜ。あそこに着地しよう。あそこに着地しよう。よし。あ、俺か。ビビってんじゃねえ。ちっ、おい、あっちに行こうぜ。てんのこれ。ドリルで殺してやるよ。アクターを投げる。ラウンドワン。リングスピード。他の角度から試してみるよ。エネルギーマガジンを見つけたよ。レベル3だ。ラウンドレベル3、それは使えそうだね。
だ、外した QM やばいか、これまさかの QM やばすぎ問題かもしれない。弾がそんなねえんだよ、思ったけど。弾がねえんだよな。上がれない。これ横の色がついてない。これパフォーマンスモードだからね、今ついてる。あの声の、そうそう、これあのラグク、あの軽くなるからちょっと。あ、声ない方が。弾がねえって、弾がないけど、むずいな、やばい、5連敗ぐらいしちゃう。こんなに連敗続くとね、おっぱいになっちゃうかもしれない。え？いや、連敗がずっとおっぱいになっちゃうかもしれない。ちょっと今いい踏んだな。ケルプリさんが24人いるってこと、これ。いや、違う、よく見ると違うからさ、全員。Q が P になったりしてんだ。そう、愛が L になったり。愛があのギリシャの愛とか、Q がクエン酸の Q とかになってる。聞こえてるからね。これだったら別に代行でいい。それやばい。これ出た、これ出た。声も入る。完全代行いけるよ。しかも1ヶ月ぐらい配信しないで、もうマジでガチでやるんで、強くなったら見に来てくださいって言って、そこからも大プレデターになりましたね。プレデターになっちゃう。多分ね、一生もできないと思う。ガチ強すぎて。だって世界で750人しかなれないらしいよ、プレデター。世界で？そう。で、6300万人とかでしょ、人口。日本人何人でプレデター？いや、でも色はいるよ。何人か、何人かかな、何十人かは。でももうトップ、大会で出るような、もうトップ中、でもそれでも属してない人とかも多分いると。プレデターそれもうなったらマジですげえと思う。プレデターの一種類もある、マスターでも今俺はゴールドで、次がプラチナ、
でダイヤ、プラチナ、ダイヤマスター。そうで昔 プラチナは行ったことある。ダイヤの1個手前ぐらいのプラチナは行ったことある。でもダイヤとマスターの差も相当あって、マスターと相当の差がある。そうだ、でもダイヤは多分ね頑張ればいけると思う俺。クレイ時間の問題、いやもう いかに勝つか。まあ芋ってもいいんだけど、芋あのその投げのためにね。そう、もう生存重視で戦わずして敵がやり合ってるとこを参戦して。そんなに何ちゃんだったらそんなプラチナに勝ちはないんですか。マスターぐらいから。いやまあまあでもプラチナは結構頑張れば誰でもなれるんじゃないか。そうだね、プラチナに関してはダイヤが多分プロとかも混じってるらしいから相当きついと思う。ダイヤから伐採になるのは多分相当技術ないと。やっぱえこれ同じランクでしか選ばれないんですか。えこの戦ってる相手がプレデターが混じってるってことはないですか。ないね。無双しちゃうから。やっぱねすっげえ忠誠するんだ。ちょっと待って、ロークバリケードを展開するよ。すっげえ忠誠する。別パーティー来てそうだ。全然足音聞こえなくなった。
もんを見せてやるぜ。あそこに敵、逃さないでください。あの位置に敵がいますよ。攻撃ドリルで切り裂いてやる。スコープを発見しました。なんか別のとこ。やべやべこれきつ。私はつつましく戦う。いやダメです。マイナス15ポイントか。ちょっと一瞬トイレ行きます。
あれ二人しかいない。私が向かう場所はただ一つ。上さん、今回のチャンピオンです。キオル、私がジャンプマスターだ。昔のことは水に流そうぜ。あそこに着地する。年長者の言うことは聞いた方が身のためだ。ビビってんじゃねえ。気合いだ、気合い。上行けないのこれ。何の音これ。シュルシュル音聞こえたけど、あともう一人は。ドリルがひよっこを求めてる。ああ、ショットガンの弾がなかったからちょっとてか、うん、今落ちたとこもちょっとしくったしね。もっと一番下の方に落ちたかなと思ったら、あの中間のとこ落ちてたのか。てか味方はな、しゃあないし、2人しかいなかったし。
ぐちゃぐちゃにされたやつは誰かな。気合も準備もバッチリ。いや、両目でもな。姿を見せる必要もねえんだ。今回のチャンピオンです。自分をタフだと思ってるの？6インチの人で戦ってみなさい。僕を覚えておいて。君を殺すことになるかもしれないパスファインダーだ。あー、なんだ、俺じゃなかった。君を倒しに行くよ。あれじゃなかった。あそこに降りよう。面白そうだ。グラップルで掴んじゃうよ。負けるのはつまらない。いいぜ。だから僕は負けない。プルスウルトラ。あそこにひよっこを発見。狩りの時間だ。やばい、あーもうやばい、あーダリミスったな、たちも。落ちちゃったのが範囲だ。やばいな、なんか今日うまくいかないな、ちょっと。無事ぞ。頑張ろう、頑張ろうだよ。明日そういえば雪っすね。雪。今回のチャンピオンです。確
私がジャンプマスターだ。さあゴキブリども、いくら負けていても、さてなんですか、ここを地獄に変えてやるぜ。いくら負けているからといってね、戦うことはやめたら終わりなんですよ、このゲーム。だからもう場所かぶりほんとやめてほしいんだけど、戦えなくなるからもうこの時点で敵来たら、ほんとさ、ジャンプリーダーになるとさ、ずっとついてこられちゃうからきついよな。別のとこ行ってほしいんだよ、マジで。そこだけちょっと不満ありますってね。全然当たんなかったね今。ドエムダメな。敵がここにいます。敵ここにいます。ベールの向こう側をご覧ください。リロードします。うん。今日ゲーム終わってんな。やばい。全然敵のあれが分かんなかったな。
っていません。リロードしてなかったんかい。まあしゃーなし。今日マジダメだな。てかめちゃくちゃポイント下げてる。ゴールドゾーンに戻りそう。今日きつ。あれまたラグいぞこれ。気のせいか、なんかラグい気がするんだけど、気のせいか。きちいな。ずーっときちい。あと武器運がない気がする。ショットガン取ってるときは多分結構キルできてるんだよな。ショットガンがね使いやすいんだよな。持ってないときにキルできるかなんですけど、なかなかむずいな。
実力には自信がある。今回のチャンピオンを紹介します。やばいな、相当ポイント減ったなこれ。300ポイントぐらい減った気がする。感謝する。殺すぞ。君のおかげで軟弱な者が大地を受け継ぐことはない。あそこに着地するぜ。ああ、私の胸が恋しい。ヒュー、首を洗って待ってろよ。ビビってんじゃねえ。気合だ、気合。ダメージを受けてる。敵のシールドを置いた。色、敵がダウン。1本でやるしかない。嘘、打ち負けた。マジか。あれ負けんのは弱いわ。ダメですね俺今のは。 PS5 ダウンロードしてエペックスに降りて2分でやられて悲しくなりました。コントローラーでも難しいっすよね。最悪だ。あー、くそ。ダメか、間に合わないか。範囲はまず俺があいつをダウンさせられなかったことと、敵がね、俺下にいると思ったんだよね、あれ回復した後。なんか下にピンが出てたような気がするから、下に 2,3 人いるのかなと思ったら普通に屋根の上いたし、あれで下行ってればまた戦況変わったかもな。
本当にやばいこれ。ゴールド4に落ちたんだけど。今日やばすぎマジで。一回激戦区避けるか。調子戻るまで。そうしましょう。次よりジャンプマスターもらったら激戦区下げます。あ、避けてちょっとやります。ここまでひどいとちょっと一回調子がずっと戻んないまま激戦区を打ってくれるとまずいです。さっさとやるぞ。とりあえずこの辺には降りないですね。まず激戦区避けるためにどこに降りるか問題ですけど、あそこに着地するぜ。ああ、私の船が恋しい。首を洗って待ってろよ。それはいい。ここを地獄に変えてやるぜ。ここにひよっこが見える。拡張ライトマガジンがいる。
げるじゃねえか、この野郎。あれ、味方は？何？味方何してた？あっち追ってったってこと？敵。分かんねえんだ。残党殺した方が良さそうな気がする。EMT してきてるんじゃないのか。あっち側から飛んできたような気がする。めっちゃできるやん。めっちゃできるんだけど、さっきのやつかあれ。
っちの方まで行っちゃったけど大丈夫かあれ。あ、いた。いた、見えた。追っかけてる、まだ。それも一個あっち行った。追いかけっこしシールドがいる。こっちにレプリケーター。リングは近い。残り3秒。シールドバッテリーを発見。シールドバッテリーを発見。サーワン助かる。あ、やっぱさっきのナスだ。いいね、なんか連携は。ライトアモがいる。まだ全然殺してないからポイントはやっぱ少ないですね。マイナスではないですけど。リングが縮小中。ケアパッケージ効果。有利ポジション取りたいですね、やっぱり。マジ？
これ有利地移動しないとまずそうだな。あれ投げ物がねえわ。寒いな今の。いやー申し訳ないよこれ。おーナイス。お復活させるとこ一応あるんだ。マジで復活できる。あ、やばい。そこ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 。そこじゃない。そこにいる。あー。ぐわし。銃を向けられてる。これやばいぞ。他のやつも来るぞ。これ。あーまずい。お、当たった。うまい。あー終わってる。ザゴを発見した。うまい。うまいな。これマジで申し訳ねえな。俺が行っちゃったばかりに。敵を確認した。これその辺にも敵いそうだよな。でもだってあと4部隊いるんでしょ。さっきのやつらとそいつらと。あ、そこにいる1人。残党、残党発見。エモート使う余裕あんだ。残党合戦、これは勝ったでしょ。これは勝ってるね。私がキルリーダーになった。あ、ちょっとそれ来て。うわ、なんかそこにもいる。強い。ただそっち入るともう逃げれない。え、1対 2？ 1対 3？ これはもう逃げ道ないからな、立ち回れないから。いる。やばい、バレた。うまかった。自分のせいですね、これ。一度に勝ったのは。とりあえずさっき落ちた3に戻して。ちょっとアンチがいい、アンチやねん。ダメージ583ってひどいな。ちょっと。もうちょっと違うところに降りましょう。
さっきみたいにちょっと安全なとこ降りてゆっくり立ち回りましょう。一人ずつ、一パーティーずつなるべく殺していって。普通そうっすよね。でもただもうこの初戦からバチバチにやりすぎてもう逆に下手くそになるっていう状態になってしまいました。まあ、マジでプラチナ行くならちゃんとやんないとな。レイスのあのやっぱあの逃げスキル強いよな。障害物とか建物とかうまく使ったら相当強いっすよね。あれ今回のチャンピオンです。さっきの人はいないそうだな。よし、ジャンプマスターで、ね、みんなぐちゃぐちゃにするぜ。みんなを勝たせに行きます。アリスバレーのみんなはザドームです。すごいって言ってくれるだろうな。でしかも他っ子の回ゲットしたらこの他の子も狙えるというね。ザドームで行きたいと思います。お疲れ様です。はい、普通そうすべきなんです。普通は一瞬自信を失いかけました。私今日ちゃんとやります。ちゃんと勝ちに行きます。ポイント制度なんで、ポイント取らないと。KO を狙いすぎましたね。KO を狙いが良くない。バッチリだ。さて、ここを地獄に変えてやるぜ。もうだって一人死んでる人いますからね。すでに。クラッシュって人がレイさんを殺してますから。追っ始めてくれたようだな。あちらへ向かう。あ、モザンビークはこれ。材料を手に入れた。おっと、これはかぶってるな。全然見れてない。敵が間近だ。目の前に悪いよ。進化シールドを発見。レベル2だ。よかった。リングは近い。残り1分。ショットガンボルト。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。材料を見つけた。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3。スコープを発見。スナイパー用だ。気が利くね。おい、あっちに行こうぜ。じゃあまだいるかもね。ケアパッケージを輸送中です。敵のシールド終わった。ケアパッケージが来る。いいね。敵をだ。フラグを投げるぞ。敵を倒した。気がしたんだ。いたいた。
修復中。味方が一人死んだ。情けねえやつ。誰があのバナーを先に回収できるか競争しようぜ。味方のバナーを手に入れた。また死にやがったら次は私が息の根を止めてやる。シールドリチャージ進行中。ダメだな、本当は面白いな。人騙しするか、デコイを生かせる。待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。ラッキー、もうみんなリングの中だね。トリプルテイクを発見。
見。了解。ジップライン射出完了。普通のしかねえのか。マジ何もしてねえ、やばいぐらい何もしてないんだけど付き添いですか私。マジ何もしてねえ。シールドリチャージ進行中。次こそ。やばい、もうマジでやばいやばい、俺のせいで負けろマジで。だよね、やばいよね。ちょっと待って、申し訳ないです、もう本当に申し訳ない。私が行くのが遅れたゆえこのような結果になってしまいました。ダメだな今日、今日マジでダメだ。こんな時もあるさ。昨日は良すぎたのか、それか。400ダメージって。
味方リスポーンしても、これ経験、これは経験値か、経験値の話。昼間アシストもしてないっていう。参加後ってなんだろう。ブロンズシルバーゴールド。難しい。今回のチャンピオンを紹介します。レールはやりましょう。あそこがいいんじゃないかしら。なかなか。いつまで使えないの？やっぱり死んだふりかよ。こっちに行こうぜ。一暴れしねえとな。シールドチャージ中。こっち行こうぜ。あたしについてきな。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。シールドをチャージ中だ。こいつ。
はダメだな。いや、なんかエイムがまずガチャしてる今日。ということで、私なんと2.0 にします。感度1回なんかダメなんだよな。多分こういう時マウス感度変えて、ちょっと1回変えた方がいい。こういうの何かを改善しないと。やっぱプレデターに将来なるっていうそのプレッシャーから出てるのかもしれない、このプレイは。だいぶちょっと早く来ちゃいましたね、プレッシャーが。これ本来は皆さん思うのは、やっぱあのダイヤモンドじゃない、マスターからこのプレデターに上がるときにそういうプレッシャーを感じながらやると思うんですけど、もうすでにそういう感じでやってるんで、常にプレッシャー与えながらやってるんで、そうなった場合やっぱ今からでもね、プレッシャーは来ますよ。私もうプレッシャーとの戦いですね。ただこれマウス感度を今下げたので、多分かなり良くなってると思います。多分どんなもんだろう。これでもちょっとまだ緩い感じするけど、マウスパッドも変えよう。これマウスパッドもうね、すごいですよ、ベロンベロンになっちゃってるんですよね。全然見ておりませんでした。距離があるとどれぐらいですかね。だいぶありますね。もあんのか見ると、標準ストックを発見、レベル2だ。バックパックを発見、レベル2だ。おい、リングが閉じるのにみんな外にいる。
機銃来る。いいね。降りたかと思う。敵がダウン。こっちだ。あのゴキブリを潰す。おっと。頑張れ。あーやばい、もう一人来ちゃった。もう一人来ちゃったね。ゴールド帯ってあれだね、ポイントガスガス減るね、曲げると何もしないと。こんなきつかったっけ。ちょっとマットマリーを放し飼いにしたことを後悔するだろう。科学は理論の世界だけじゃ済まないのさ。主神の恩恵が届くであろう。今回のチャンピオンを紹介します。すみません、マイクオフになってました。はじめまして、初心者なんですが、パッドとキーマーどっちの方がいい、エイム鍛えられるかということで、キーマーの方がエイム自体を鍛えられると思いますね。パッドは何だっけ、エイムアシストが優秀すぎて多分あまり良くないんじゃないかなっていう。本当に純粋にエイム鍛えならキーマーじゃないですか、ね、で鍛えておけば、なんか別のゲームやった時もね、結局やっぱ強いですから。エイペックスに関してはパッドの方が強いらしいですけど、
残念賞ですね。あんたを見てるとあの曲を思い出すよ。なんて曲だっけ。とりあえずとても悲しい曲なんだよ。おお、そっナイスでございます。いえ、俺も最近ここ1週間前とかにぐらいからエペックスやり始めてっていうか復活して、昔はシーズン4とかその5ぐらいをやっていて、今シーズン15とか16だっけとかなんで相当やってなかったんですよね、はい、1週間ぶりぐらいにやって、いろんなその情報を聞きながらやってて、まあ俺はまあキーマウ派なんで、俺はキーマウを進めるかな。単純になんかその本当になんだろう、めちゃくちゃ当てたいとか単純にとかだったら、まあパッドの方がいいですよね。ただ鍛えたいっていうあれだったらキーマウがやっぱ後々も後々自分のためになるんで、そっちの方がいいですかね。あ、間違えた。進化シールドを発見。レベル2だ。遠いな。命が惜しけりゃそいつをよこしな。やっぱ行く。こっちに行こうぜ。人暴れしねえとな。ああ、やっぱさっきのはなしだ。なしで。いきます。その辺どっかあるでしょ。めっちゃ安易な考えで。ね、敵の弾が当たらなくて初動ファイトで死にまくってます。俺もです。ちなみに言うと俺もなんで、そこは気にしないで気にしないで大丈夫というか、気にしなくていいと思いますね。やっぱ初動ファイトは俺がもし練習するなら、今配信だからこのランクやってますけど、俺がちゃんと練習のためにやるんだったら、ランクじゃなくて普通のモードで一人で一番敵が降りる地域あるじゃないですか、ちょっと名前が分かんないですけど、その地域に行ってもう1対3をしまくるで、初動で3人殺せるようになるっていうのですかね。俺だったらその練習しますね。永遠ともそこ降りてもちろんね、めっちゃむずいと思います。ただそれで落ち着いて3人をさばききれる立ち回りとエイム力をこう多分つけていくっていう練習を俺はしますね。俺も正直今日めちゃくちゃ調子悪くて、もう本当に当たんなくてブロンズじゃないかってレベルでひどいんですよね。でさっきちょっとエイム感度、エイム感度じゃない、マウス感度
くしました。意味があるのかわからないです。お互い頑張りましょう。まだ俺もゴールドなんで、ゴールド昨日一昨日かぐらいになったばっかりなんで全然なんですよね。あっちに開封済みのサプライボックス。初動むずいっすよね。あと取る武器とかによってもちょっと変わってくるし、いろんな武器、いろんな武器使えた方が多分いいですよね。得意武器は間違いなく、あ、いた。あそこに敵を発見。材料を見つけた。あっちに敵だ。テルミットグレネードを投げる。あっちに標的だ。材料を手に入れた。あ、ここ開いてんのか、知らんかった。これでもやり合わないと後半きつくなるな。ただ場所不利があるから、レーザーサイトを発見、レベル3だ。場所不利があるから、これ後ろってどこ繋がってんだろう。こっちから出たことない。あ、トンネル行くんだ。やばい、 いや、なあ、もうこれきついわ。ゴールドから、はい、プレデターに
あのゴールドっつってもまだあの始めて1週間ぐらいなんで、まあ、ブロンズ、まあ、スタートです。あ、ルーキーか、ルーキースタートで、ブロンズにもう1週間前ぐらいからこうやり始めてって、今ゴールドの3ということで、まあ、ポンポンポンと今上がってる段階ではありますよね、はい、なんで今年中にはプレデターですかね、はい、まあね、この辺が多分鬼門なんで、このダイヤモンプラチナからダイヤモンド上がるとこからぐらい多分とてつもなく難しいと思うんで、応援よろしくお願いします。でもうお前こうした方がいいよとかいうアドバイスがあればね、バンバン聞き入れますんで、あーもっとこういう風な立ち回りがいいんじゃないの今のやつはとかあればね、もうバンバン素直にね受け入れますんで、言ってください。バシバシ、よいしょ。今回のチャンピオンです。私がジャンプバスターだ。さあ、ゴキブリども、ついてこい。今のはちょっと立ち回りミスでのような部分もありますよね。か、まあ俺があそこで突っ込めばよかった。あそこに着地すんぜ、ゴキブリど。なんで、ここを地獄に変えてやるぜ。ここはちょっとなんとか、なんとしてでも打ち勝ちたいっていうのはありますね。ちょっと一緒にいましょう。これは戦いが始まったようだ。楽しみ。これじゃ勝てん。まだまだ上げるぞ。素晴らしい。ヘビーアモを発見。材料を発見。向こうへ行くぞ。ノックダウンシールドを発見。レベル3。拡張ライトマガジンを発見。レベル3。よし、これは使えるな。こっちから行けないのか。やべ。あー、やっちまったよ、これ。これ、俺。終わってる。これは終わってますよ。これは俺もうひどい。あとはこのマップの地形を覚えましょうっていうところですよね。はい。マップの地形さえ覚えていれば、俺はあそこで下降りる選択はしなかったんですよ。でもしてしまったということは、マップの地建物の配置とかね、ここに俺はあそこの下にトンネルがあると思ったんですよ。トンネルのもっと先でしたね。普通に上から降りてた場合、まあ、勝ててた可能性がかなり高いですよね、今のムーブより。しかもよくわかんないところに敵いたし、なんかとてつもなくまずいです今日本当に。だから
あとあれですよね、よくわからないところに降りすぎてるっていうのもあるかもしれないですね。よかれと思って降りてんだけど、結局マップがわかんないから立ち回り方がわからない。敵を発見した時にどのルートで行ったらうまくいけるかとかっていうのもちゃんと理解ができてない。ここはもうやっていくうちにちょっとね、マップを覚えて直していかないといけないですよね。ただシーズン4号ぐらいであったような場所も残ってるところもあるので、あ、喋ってますね。これ味方喋ってますね。あ、よろしくお願いします。ね、これ挨拶大事ですね。これどこでいるか問題、ラバシティですね。あそこに着地する。ラバシティにおります。ただ味方にいる、名前はレダマンシーですね。ちょっと似てますね。レダマンシーがラバシティに降りるというね。分かった。行きましょう。ここを地獄に変えてやるぜ。敵いますね。そうそうそう。やっべ、もう3人いたし。だる。追っかけてったら3人いたって。3人やったらもうほぼ無理っすよね。まあ勝ったことはあります。配信中に1対3で。ただ相当むずいっす。やっぱり立ち回りをやっぱ。特にこのゲームなんてもう今日やばいマジで。ほぼケツから数えた方が早い。一瞬下がりましたからね、ゴールド4に。ゴールド3で昨日追われてたんですけど。ランクですか。はい、もう10、いやもう20回近く即死しまくってポイントガン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 減ってって、毎日やってて思うんですけど、なんかあれ何なんですかね、調子とかあるんだよね。やっぱ調子はありますね、やっぱり。右でフォーカスするから暇な人見てね。一回窓開けやった方がいいかな俺。いやでもそんなことないね。ちょっと一回気分転換で他のキャラ使います。視野これ2回目ですね、使うの。違うこと、違うチャンプで、うん、今日何やろうかな。今回のチャンピオンを紹介します。ラッシュ&キャッシュ。あ、高太郎さん、サブスカレーザス。ラッシュ&キャッシュか、スネガホールデムか。簡単そう。あっちに標的だ。ここで降りましょう。美しい場所です。ここに降りましょう。なんでもない。
あ、降りないぞ、この人。みんないい？派手に行きましょう。あのエリアを探索しましょう。敵がいますね。ファーストキル、勝利。敵です。ほら、あそこ。頑張れ。残った。残ったロールさん。行きましょう。アークスターを投げる。敵のシールドを割ったぞ。新しいキルリーダーに気をつけてください。すべてお見せの YouTube 配信見に行ったら今日はこっち次は来ます。え、アイアンがビッグボーイいるじゃん。え、完全にアイアンがビッグボーイいるんだけど1000度しかないけど、作るかな。ケージが来ます。重っ。なんでもない。やばいかも、重い。向こうへ行きましょう。了解。昨日は YouTube 配信だから今日はこっち。おはようございます。撃たれている。どこ？こいいな。こっち新しいキルリーダー、気をつけろ。少しシールドをリチャージする。もうバレてる。格好の的や。メモリめっちゃ見づらい今の。逃げろです。あ、これ結構遠いぞ。
ていきましょう。回復中、援護お願い。注射器を発見。 R99 を発見。ランパートスペシャル。弾薬の消費が激しいから拡張マガジンが必要。精神を統一しています。URL 貼れないじゃん。治療中だ。回復中、援護して。私がついていますよ。少し止まる。援護に感謝する。私がついていますよ。レプリケーターが来ますよ。精神を統一しています。フェニックスキットを発見。シールドと体力をバッチリ回復するわ。待ってくれ。フェニックスキットを使う。ハウス。メグミが届いた。エースクイーンセット降りちゃったじゃん。アルティメット、準備完了よ。え、なんでないの？敵がいますよ。意味がわかんないんだわ。あっちに敵がいる。リロードしなかった。あ、あとこれか。なんか冷蔵庫にいなかったんだけど。今のは取り消します。なあみんな、苦痛な反応。アーチです。アーチ上ですよ。皆さん、ケアパッケージが来た。一回離脱だな。離脱した方がいい。絶対ライフアームがいります。ボトル、
ラスワンから。おい、やめちゃった。こっちの方向が私を呼んでいます。行きましょう。あ、そっか、28ルしかないよ。ライトアームを発見。ありがとうございます。気にしないで。あっち2部隊はいるから、パターンはどこにいるのかってことだね。給電装備違うか。キングセブン。降りない方がいいってさっき学びました。敵を確認。近くにいる。ダメージ開始です。シールド攻撃されている。治療の中だ。治療中だ。少しシールドをリチャージする。全員が逃げられない。ベールを外します。皆さん、ケアパッケージが来ます。こんばんは。お疲れ様です。効果を垂れ流す配信ですけど、喋って効果を垂れ流す。いやー、まあでも今一応プラスになったから。ある程度の何プレミア、全く初心者だと俺の配信見ても面白くないかもしれない。まあまあまあ悪くなかったでしょう、さっきのと比べたら。おっちち。
まあ良かったんじゃないですか。良くないけど全然。結局カット下げたけど、なんか変わったかって言われると別に特にって感じだな。もう一回試合行こうか。試合良かったから。シアのやっぱ妨害がイケイケ系だと結構使えるよね。私がジャンプマスターです。ちょっといいか、最善を尽くしてくださいね。私がジャンプマスターだ。シートベルトを締めてくれと言いたいところだけど、遅延、ね、遅延爆風。このちょっと あ、一応次の場所も見つけられるのか。なんで作んねえのかな、これ破産者が出るから。なんだ、イルトが飛ばされないようにね。うこういう時に結構使えるんだろうな、シールド阻害だよね、これ多分。あとなんか動きも遅くなるのかな、鈍くなったりするのかな。武器武器武器。これはね、なんか敵降りてなさそう。あんま音がしない気がします。今日は呪われていないようです。ちょっとリベットに回そう。チャンピオン撃破。ヘビーアモがいる。じゃあね、じゃあ進化シールドを発見。レベル2です。材料を手に入れたよ。カウントダウンが始動。次のリングに入っています。ここが私たちの次なる舞台ですね。どこ行きましょうか。 GBA スクイーン。まあこれはあっちです。予想外の動きというか、ボタンコール。ソフトガンボルトを発見。レベル2だ。え、マジで？私のものです。ボルト SMG を発見。はい、ミスター。はい、ミスター。グリーンスペードがある、ね。どこ落ちた？継続してみた方がいいですね。あれ、どこ落ちた？あ、まさかこれの上に落ちちゃったかな。マンコールって何持ってるの。まず火をねえぞ、俺火をねえぞ。人間ってエンジン1本でバレるとかいいかもよくわかんないから、ボタンコールしてるエンジンよくわかんないよ、マジで。てかそんな判断よくわからん、マジで。何出てくんだろう。材料を手に入れたよ。何、何これ。バックパックを発見。何これ。レベル2。私のものです。ここに開いたドアです。よし、オールオッケー。もう次のリングだね。ボタンで89数字。忍者がいたよ。わかりましたよ。必要。ミニマムレーズ。わかんないもんな。無理よな。下に降りれんわ。進化シールドを発見。レベル2です。なんでもないです。敵がちょっと近いね。止まったか。なんでもないですって、ちょっと待って。皆さん、ケアパッケージが回収止まってんの。アクスターを投げるよ。アクスターを投げる。やばい。やべ。ああ、やっちまった。またシールド出ちった。DM 届く。あ、ありがとうございます。
ぱひどいね。新しいキルリーダー決定しました。助かったよ。ありがとうね。新しいキルリーダーいいさ。私が求めてるのは EJ さん、ありがとうございます。着地ギリギリ待ってたパーティーが何部隊周りに降りたかと、エイム時にごめんなさい、ちょっとこれ終わってみます。ちょこちょこ見ときます。あとこれは俺の装備取ってないのかな。進化シールドを発見、レベル2だ。さすがにオイラの装備は足らないです。え、嘘でしょ、嘘でしょ。俺の装備これ取られてる、そんなことないよ、さすがに。シールドリチャージ中です。ちょっとクラフトするよ。クラフト中です。少々お待ち。これアーマーやるの手だよね。これマジで長いけど。150も必要なんだ。めっちゃ威力キットあったし、いらね。いやもう弾も全部取られてるからこれ戦えねえぞマジで。味方に全部取られちゃってる。バッテリーの残量はアグスターを投げますね。登りこれ、登りこれ、登れねえでしょ。グレネードを投げます。ジョッパガンボルトを発見、レベル。ここラウンド2、リングのカウントダウンが始動。敵を発見しました。まだ距離はあります。あ、やべ、見せた。レプリケーター。さて、何を作りましょうか。あー、嘘、禁止。あー、なんだ、今見えなかった、全然。ダメだ、終わっとるわ。これダメでしょ。Why you push? ちょっとメモ見ます。エイム時認識すると、はいはい、この9に。そうだ、ね、YouTube ライブやってて思い出したんだけど、マップをよく見ろと。YouTuber の収益の収益がもう10分の1とかになってるらしい。知ってた、みんな。10分の1よ。ジブラルタル強いっすよね、まあ、特にシールド。
ちゃくちゃ憎いけど。私は名を残すでしょう。とりあえず。それを信じて。とりあえずミニマップジャンプフリールックWADぐらいか。とりあえずはちょっとだけ。ありがとうございます。すごい助かります。丁寧に書いていただいて、ほんとね、ちょっとずつね、こういうのを意識して慣れていかないと。あ、マジっすか。俺もう単純に、俺の勝ちだぜアミーゴ。あ、めっちゃ削ったみたいな時とか、味方がめっちゃ削ったみたいな時に、あの Q をとりあえず出しておけば阻害させてとか、もしくはなんだ、敵がこっちに壁の向こう側からパンと来る時あるじゃないですか。あん時のにうまいタイミングで Q 出して阻害させつつ、阻害っていうかスロー入れつつみたいな感じかなと思って。ちょっと待って、あ、最後の人。リロードします。パンパンパンに打つっていうのはもうリバー入っちゃうよね。レバンはまだ終わっていません。とかにして、もうアクかけるとか。よくあれ当たったな。サーティーサーティー。だったらペアとかはさ、こうしづらいやん。シールドをリチャージしないと。で、なおかつ2でストレート。まあアウトもある状態。なんで強気にベットしてくる。ラフベット。僕がやると視野自爆からの視野はサポートと思われがちなんですが、アタッパーです。そうですよね、結構これゴリゴリいけそうですよね、そのあれの使い方次第では。なんだっけ、なら俺こっちかな。マスティフのあの跳ね上がりが嫌いなんですよね。ボコーンって上に上がる、あれ超見づらい。なんかあ、ピースキーパー、ヘビーアモを発見。ピースキーパーを発見。ポップアップを発見。ターボチャージャー。エネルギーアモを発見。ターボチャージャー使いたいけど、なければ俺が使いたいけど、あれがあれば。ターボチャージャーあるからな。使わないんかな。こっちの方向が私を呼んでいます。行きますよ。ないかな。欲しいな、ターボチャージャー。チャターボチャージャーターボチャージャー。敵のから奪う。ないんですよね。エネルギーアモだけ取っとくか。あ、すごい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 。ポップアップを発見。スカルピアサーですね。いただこう。しようとした気がした。いや、もうこれエルスター持ってますか。てか。
しかないんですか。でも警戒はしてあんま強化しないでよ。少々お待ちください。クラフト中です。修正する。あれ俺これ白から紫、あ、紫にしたと思った。あんま紫でいいね。新しいフェンスを導入しよう。あんま入るなんて。よし、あっち行きましょう。あっちです。アタック周囲の検知を常にしないといけないからクソ忙しいんですよ。あ、これか。はいはい、素手の状態でも右クリック、あ、あ、そ、できるんですね。これは初めて知りました。ありがとうございます。素手でもいけるんですね。もうディボジョンにしよう。素手でもいけるんですね。ボルト、ハボックがないのよ。てかディビジョンならボルトの方がいい気がする。難しいかな。罠を設置、動きを待つ。ボルトでこちらに行くんだよ。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。うわ。なかなかのひどさ。また来てるよ。そう、別に道しかない。あば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 、キール。これ一回離脱だ。こっち行こう、こっち。あっちで敵、あそこにいます。てかちょっと普通の方向に移動していいかな。どこか何かを見つけられるはずだ。ここへ移動しましょう。もうそう考えて。空間線。ベールの向こうをお見せします。シールドをリチャージする。フェンスを展開する。シールドをリチャージ中。回復中です。殺してやるか。シールドバッテリーを発見。何これ、別の場所やん。これはやばい。回復中です。Thank you.
くい、めっちゃ撃たれてる。いやもうちょっとこれきついな。ちょっと下手だな。下手というか、てか敵多すぎない？さすがに。これがシアンをあれを使ってってことですね。何パーティーいたの？2パーティーはいましたよね。さらにあそこ追加で。言うても俺1キル1アシストだし600ダメージだし全然活躍はしてないんだよ。言うて QTG がオープンに BB が出る。それ使ったら危険だな。目の前いるぞ敵。ヒートシールドどっかで展開して待機だな。味方をさっさと回復させて俺のバナーをどうするかって考える感じかな。俺1回6万円ぐらいないともう刺激が足りないよ俺に。マッシャーブギャス高いに作ってくれもうちょっと頼むから。終了したということでもう見ましょう。マイハンドが遅いから視聴者は暇かもしれないけど俺で回復できる。終わった。やばいっす、急ぎるぞ。近くにケアパッケージがあるわ。あ、652ダメージで、これ違う、俺じゃないか、俺の視点じゃないか、俺は出てたか、まあ出てないか、見えないか、今は俺がどれぐらいダメージだったか、まあ1000ダメージはいってないもんね。ウィングマンを発見。シールドバッテリーを発見。ピースキーパーを発見。ボタンが 2.2 BB オープン。全然こう取ってきたかんね。まあ、さっきよりまったりしてるでしょ。てかあのシアのウルト使ったじゃないですか。あの小屋みたいなとこで死ぬ前にこもってた3人がいたじゃないですか。あの時に1人は死人できたじゃないですか。でもう1人があの出てなかったのは何なんですか。2人がなんかのガスかなんかで見えなかったんですよね。あれはガスだと視認しないととかってこと。あ、しゃがんでると映らないとか。あ、なるほど。だから俺1人だと思ったんですよね。1人だと思って4倍
なんか最初3人映ったはずなんだけど、2人どっか行ったと思って、その1人殺そうと思ったら、残りのなんかガスの中からめっちゃ弾飛んできたんだっけ、なんかよくわかんないけど、あれ後ろかな、あれって後ろからやられたのかな、なんかすっげえダメージもらって、そっからもうダメになっちゃいました。今やってるのはラッシュ&キャッシュよりハンドメンチ広めですか。いや、変わんないかな。こっちの方が面白い。ちょっと先に変何が違うって、固定メンツだから、なんだろう。ああ、ウルトの範囲外だったのかな。こっちの方が分かるんだよね。まあ、ガットショットだけなんですけど、これはチービー。あ、また積もってるよ。ちょっとレートが物足りなくて、自分。なるほど、まあ、イージューさんありがとうございます、本当勉強になります。皆様もね、他の方もね、気になる点あったら全然言ってください。こっちの方がまっかりしてるっていうのと、まあ、レートが高い、勉強させていただきます。さっきね、俺ミニマップあんま開けてないっていうのと、一回視野使うのやめるかまあ難しいキャラもそのうち使えるようにはならないといけないんですけど、まず何にもない。ホライゾンもまたむずいんですよね、まあ、ホライゾンちょっとね、この低レート帯、低レートなんかわかんないけど、このゴールド帯でいろいろこう窓マギと、まあ、ホライゾン、シア、この辺はね結構使ったことあるんで、昔わかるんで、なんとなくこの3キャラをねうまいことこう使いつつちょっとやっていこうかなと思います。ジャンプマスターだ。ジャンプネットは最高だね。お前らほとんどは明日筋肉痛になってるから。シングルさ、あっちに着地するべきだと思うよ。クリマタイザーに行きましょう。スーパーティア降りるかな、さすがに。了解ね。ナショナルキャッシュより普通のこのキャッシュゲームの方が。ドロップシップ内のプレイヤー12人ってことは、あと3組いますね。3組は多分ここ降りるから、自分ら含めて3組なんで。さあ、キルトが飛ばされないようにね。あと見るんだ。いや、1番はあれ、バコミートジャックポットの大きさ。マシュマロキャッシュで出たら逃げちゃうから。これ出したい。ここはあまり良くないね。移動する。これ出すと多分結構もらえる。なんか多分どこ行っちゃったよ。敵と交戦中かな。2万ドルとか3万ドル。あっちがにのか。そのためだけにやってるから。エースエースエース点点以上で負ければいい。条件は SSS 点々以上で負け。ここに拡張スナイパーマガジン、拡張ヘビーマガジンを発見。この瞬間に何か多分3万ドル。終わった。エコーがいい場所を見つけたよ。結構もらうと思う。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。1000万。新しいキルリーデックはどうだ。あと45秒しかない。新しいキルリーダーだよ。今配信中に出してしびれ返ったもんで、ね、画面がバーンなって1200円とかまで出たのに、また戻っていきます。そうでしょ、みたいな。プリキュア、ちょっと利益が高いです。要はその積み立て金みたいな。あっちに悪い子たちがいるね。外で死ぬのは雑魚だけだよ。これだよ、これ。来た来た、スリルット、スリルット、スリルット。頼むよ。スリルットするよ。向こうに強敵、銀座がいたよ。スリルットに覆われてる。当たんね。私に関
獲物に当てたよ。いや、あそこにレベル1のシールドを持ってる獲物がいる。これダメだ、味方いないからやめといた方がいいよね。行かない方がいいですよ、ね、完全に。結構初期の頃ですよね。あ、そうです。シールドをリチャージしろ。あ、なんか KT さん、初期から見ていただいてありがとうございます。こっちに向かうべきだね。初期スイッチの頃ですね。進化シールドを発見。向こうの強敵はレベル3のシールドを持ってるよ。群れは全員生きてる。今のところはね。少しシールドをリチャージしてる。シールドをリチャージ中。なんか暇だからゴマハやるかとか言ってゴマハやったら、ね、俺クワッツ負けたんだよ。一人ずっとっちんだよな。フォーカード負けたんだよ。クワッツ負けて相手ストレートらしくみたいな。ゴマボーンなって、なんかないよ。ああ、ここはちょっとした監視にぴったりだね。ちょっと遠くて行けなかったな。で、1万2000ドルだいぶ8ルから忘れたけど、でもそんなにちょっと一緒にいないと。その時のレートが100円とかだったから、ってことはそれが5倍ぐらいもらえるってことだから、やばいよね。500万って言ってるんじゃない、確かに。わかんない、ゴールデンはそんなにいかんのかな。それだとちょっと、もうそれを引くまでは気をつけろ、新たなキルリーダーだ。バットビートチャックポットを引くまでは。バットビートチャックポットでもう大きい利益バックみたいなイメージ。レートがもう出しちゃってるから。材料を拾ったよ。もう最高よ。スコープを発見。近距離用だ。もう利益バック180万もらってるのに変わんないから。俺は結構俺バックなくね。あ、やばい、なんかちょっと子供のやばい、なんかラグ始まったぞ。コロナ頑張、ありがとうございます。出た、このラグ。お子さんをお迎えに行ってください。こんな配信見れる子供の、これ完全にまたあのチーターがいるやつやん、これ。え、これチーターっすか。やめて。午後6やったかな。頼むよ、ダウン。ここにレーザーサイトがあるよ。レベル3だ。チーターのやつじゃないのこれ。ありがとね。ちょっとクラフトするよ。あ、吸い込まれるように。あ、やべ、全然計算してなかった。ブラフちゃんとブラフしてんだっていう感想です。あのエリアを守るよ。敵をマーク。ニュートと一緒に向かうよ。敵のシールド終わったよ。グレネードを投げるよ。グレネードを投げた。グレネードを使うよ。マスクしてから大変だよ。潮恵玉へ。これあれだな。2月の2日出てる。レイスのあの影みたいなの見えたけど。ここから攻める。本当やばいよな。次のリングまで距離がある。あれはポータルだね。こっちに軌道を変えた方が良さそうだよ。フィールドをリチャージ中。ポッポッやってたらさ、急に1000万来た。恵みは我らにあり。ジェブリケーターが降りてくる。1000万やぞ、マジで。部隊の半分が生き残って。この瞬間にもらえるからね。なんかフォロワーの人にバックミートジャックポットの4回引いた人がいて。なんでこれが閉まってんだ。エコーのところに行ってくる。違うか。周囲環境をマーク中。あっちに行ってみよう。あ、いや、いいか。こっちに散歩しよう。何やってんの、マジで。シールドをリチャージしてるよ。い
やーマジこれマジマジ。あっちに行きたいね。あっちから逃げたのか。回って。ここはあまり良くないね。移動する。スリーベットして、まあホールドもらってもいいし、ホールもらってもいいし。このフロップだったらね、もう止まんないよ、もう俺。もう止まらない。8コケのつもりで撃つ。止まらない。いや、これマジか。いや、これ気合で下ろせるわ。向こうのロケーションの方がいいね。ガンバありがとうございます。爆肉さん、ありがとうございます。9部隊残ってて53ダメージだし全然戦闘はできてないですね。ナインズです。このままちょっとマイナスですね。ポイント MTG オープンにナインズコールするレンジもちょっと作る。例えばしっかりだよ。残り30秒でリングは近い。止まるやつとかあんだ。バックパックを発見。レベル3だ。あそこに敵がいる。グレネードを投げた。セミットを投げるよ。撃たれてるよ。銃で敵のシールドを終わったよ。ちょっとすんだけど味方敵だな。敵がちょっと近いね。今回のリングはご近所さんだ。1分もあるアクスターを投げる。ん足音すんな。エコして回復する。ん足音した。シールドリチャージ。気のせいかな。援護して回復する。治療中だ。モノメントの影響はマジでしょうがないよね。どうなんないよね。さっき4個でしかできないよ。俺気になってしらしたけど
まあそれがでかすぎてはもう大丈夫です。分かったよ。戦闘中。エイムに神々が味方している。敵のシールドを割ったぞ。あたしから隠れられないぞ。敵のシールドを割ったよ。獲物をマークしたよ。獲物にダメージ。グレネードを使うよ。グレネード。うっそ、めっちゃ当てるやん。申し訳ない。前行き過ぎたな。これダメですね。みんながリングに入ってないよ。バカな真似はしないようにね。来いよ。攻撃されてるよ。誰も逆らってない。エコーがいい場所を見つけた。そこに移動する。シールドをリチャージ中。終わった。よしよし、やり合い。BB では何かしらでこうですね。フラッシュドロー、でストレートドロー、8ペア、いろいろあると思うんだけど。あと、メドルポケットとかね、ロックポケットとかさ。そこに対して、カットオフはどうしていくのか。もうカットオフがここで 2ペアってチェックするのがもうぬるって、俺から言わせたら。もう前半で打っていい、2やると。2ペアなんてもう絶対カットオフ側なんだよね。これで本当になんか、オーバーペアとかチェックしたら本当にセンスない。いや、オーバーペアチェックするんだったらリバーここででっかくリーズする。今6ナーとかストレートには負けてるけど、そしたらもう一回帰ってくるから。いたいた。後ろじゃない。とんでもないとこいるな。とんでもねえとこいたな。よし、気をつけて。獲物が近くに着地したみたい。そろそろ俺成績見てみようかな。結構ハンド溜まったから、前に2番配信で。やばばばだね。なんか半年間のデータ取ったときは、ジャックポット目で、ジャックポットがでかすぎて。2時間配信してるだけよ。死んだね。うーん、仲間雑魚ゴミ。わっ、ここに行きましょう。のあれにはだいぶいいよ。地球換算したらいくらになるのって。仲間雑魚ゴミということで、まあ、申し訳ないとしか言えないですね。とんでもないよ、もう怖い。エイペックス恐怖症になりそうだ俺。縄ポケダウンしてもいいね。ぶっちゃけダウンしてもいい。とんでもない暴言出ましたよ今。まあターンはおりません。
な、僕。天着効果ってマジで。とんでもない防御。で、ここでちょっと久々に窓曲げに戻って、あ、初めてチャットありがとうございます。うさぎそうさん、エペ、そうですね、あの、ほんと1週間前、2週間前ではないか、まあ1週間ちょっと今やってますね。今ゴールドです、ゴールド3ですね。このオクタンかっこいい。なあ、ちょっと正直な話いいか。このスーツめちゃくちゃきついんだ。なんだなんだ、すごい耳がって感じでしたね。あ、そうなんですか。エペやるんですか、やられるんですか、ウサギソウさんは。マジで、お、ショットガンがあれば一人ぐらいはやれるかもしれない。禁止だよ。マザンビーク二刀流。そうだ、見えない。やばい、もう弾がね。たまにやられるんですね。そうなんですね。一緒にちょっと頑張ってプレデター行きましょうよ。この配信を見てる人もね、プレイしてちょっとみんなでプレデター行ってチーム組みましょうよ。チーム名はもちろんそれです、チーム穂坂さんです。チーム穂坂さんとして行きましょう。皆さん今日もう僕はぬくぬく後悔してますよ。監督なんで、はい、監督。あー、いいっすね、それ。あ、うまいっすね、つって。特に指示はしないです。褒めてくれるんで。うまいっすね。それ、なんていうキャラっすかって。大会中とかに言ってきますから。そのキャラ強いっすね、つって。
プレデター無理ですね。750人しかなれない。いくらでしたっけ？6300万人中の750人でしたっけ確か。やばいやばい。もうそんだけだってさ、6700万人の750人だって全然稼げないってもうなんか夢ないよ。まあだから俺はノート書きます。そしたらノート書きます。プレデターになるためのあのノート書きます。効果でもし6700万人の750人入ったらマジで億稼げるから。まあまあごめん、もう稼げるは思ったかも。そんなにコツ稼げないかもしれない。でももう数千万は余裕ですよ。さすがに余裕、さすがに余裕。かかってこい、かかってこい。700万人もいますよ。でも、もっと、もっと奥とかいるんじゃないですか、さすがに。6700万人ですか。いるんじゃないですか。その、まあ、趣味で、ちょっと遊びで、本気でやってる人はちょっとわかんないですけど。遊びでやってる人がいてもなんか、もう困るしかないんですよ。確かに、みんなめちゃくちゃ強かったら、おぉ、やばいですよ。消えたら、効果やめるしたから遊びがいるから成り立つ。麻雀もそうだけど、麻雀はもうちょっと強いよっていう人のぐらいだったら多分俺ちょっと受けるよぐらいの人だ。俺麻雀プロだけどみたいな、怖いよね。よいしょ。 R99 を発見。近距離用だ。それは役に立ちそうだ。ボルト SMG を発見。さっきイージユーさんに言われた、あの周りを見るっていうのをやってないわ全然。スナイパーストックを発見。レベル3進化シールドを発見。レベル3。私のレベル3。欲しい。1億人はいるって言いたいぐらいコーパープレイヤー。本当に？まあいてもおかしくないか。敵いるんだもんね。よし、敵は OK。おかしくないわ、1億人ぐらい。あっちに敵。材料を見つけた。Thank you.
明日雪らしいっすね。小坂さん、雪食べちゃダメですよ。食べないっすよ。なんで俺が雪食うんすか。やばいでしょ。ありますよ。あるそうです。水ちっちゃい頃って。何の音これ。なんか起業家みたいなやつ来たぞこれ。エアーボール。やばいだろ。変な帽子。アイダム効果。これ起業家みたいなやつ来たぞ。やばいこれ。これソースさん、ソースさん、たぶん30億ぐらいあるかも。クラフト中だ、邪魔すんな。完全に、なんか、依頼しても、会長じゃない、会長。あんまり見ないよ、会長じゃない。医療キットを発見。会長、会長入ります。溶岩港まで行っちゃってる。会長怖いかな。キングジャックスとこれでちょっとやってやりますよ。おお、敵だ。45度ぐらいかな。敵めっちゃいるやん。ラポステで言うてなかったどういう昔なんかで。自由ですね。自由に飛び回っております。これ近くて敵だよね。多分。
トイレ行ってきます。警告、リング閉鎖中。次のリングの中にいる。最高だね。報告、ケアパッケージを輸送中です。これラストなんで、てか今日1位1回も取ってない。ゴールドに上がったからか。まあ最初の1時間半はもう本当に悲惨だったな。ちょっと頑張りましょう。え、ラストなのに2人なんだけど。今日は強いのを見せてると、弱いと思って何でもゲットしてくれと書けるキングゲイン。ヤーギャー騒ぐのは後にしねえか。もうこっちは準備できてんだ。組織やったら普通はさ、自分より弱いハンドがここで回るのがバリューベッドなんだけど、チェックって基本的には弱い動きとされてるんだけど、プレイチェックにプレゼンター待ってると間違えるいきますか。想像力に欠けた人間にとってジャンプマスターの言うことは絶対だ。逆らったら殺すぞ。それたまたまラッキーされて控えて、さっきまずキスを止まるな。あそこに着地すんぜ、ゴキブリども。さーて、ここを地獄に変えてやるぜ。いや、チェックしたから、いや、こっち側がチェックしたから、あ、これ弱いわって言ってくれてやるんだけど、それ狙ってやってるわけよ、俺は。だって強い時に全部打ったらさ、あ、この人強い時は全部打って、弱い時は全部チェックなんだって。相手がさ、めっちゃ簡単じゃん、だって。思わない？あ、この人ベッドしてきた、強いんだって単純すぎないんだって。じゃあ、この人ベッドしてきたら強いから、ベッドしてきたら全部打って、チェックしたら弱いから全部打たれるって簡単だよね、相手が。違うだから、そういうのなくすためにチェックするハンドにも強いのまずダメ。結構まあまあまあ中程度の強さの方がいいのか。いいね、もう次のリングの中だっていう考え方。この辺バランス取るじゃないと多分効果で勝つの結構きついと思う。その辺で分かってる人って、まあ、結構分かってる人ってあんまいなくて、そういってでもさ、単純なんだよね、効果チェックって言ってたから、何がすごいのよく分かんないと思うんだよ、伝わりづらいと思うんだよね、まあ、最初の脱落者の誕生だ。びっくりした。ボタンのオープンサイズでなるかよ。いいよ。バン。
か。医療機と発見。よかった。あそこまで突っ走るぞ。おい、あっちに行こうぜ。素晴らしいニュースだ。次のリングの中にいる。早く行くぜ。この香港人スタックしたいですね、今日は。300ドル負け、今日は300ドル負けよ。ついてないよ。ケアパッケージ輸送中。ミハーケアパッケージのご視聴でですよ。追いつかなかった。足音はしないっすね、この辺。はい、というわけで本日の配信終わります。コールしてよ。今日はね、バットミートジャックパッドだよ、それ。嘘でしょ。コールしてって。これキングス確認だったら絶対コールしてよ。これバットミートジャックパッドだから、マジで。俺もおられるからね。ちょというわけで、エペックスの配信終わります。降りるね。小坂さんが盛り上がっております。いやいや、これバットミートジャックパッド起きるっす、多分これ。え、だってこれ見てください、これ100ドルに対して834ドルのゴールにして、これ絶対点差だから。これコールって、まあ、うまいダウンとかする必要ないよ、本当に。え、こんな弱いの？そんなことある？そんなエースジャックある？嘘でしょ。はい、あとエペックスの方はね、ちょっと終わります。で、今日の結果なんですけども、多分ほぼ変わってないですね、結果。多分ほぼ変わってないです。甘すぎでしょ、マジで。絶対にバットミートジャックポットだと思った。エースジャックなんかもうペ